終わることを受け止めましょう。寂しくとも去りゆく命を受け入れましょう。巳様、私は一時でもおそばにいられて幸せでした。もしもう一度互いに死んで生まれ変わって出会うことができたなら、今度は月夜だけでなく日の光の下で笑うあなたに会いたい。